私どもはですね、過去の中で一番しんどかったこと、それがまだ一番いい経験になってですね、今の会社のベースができたと思うんですが、それはですね、会社作って7、8年目だったんでしょうかね。ダイエーさんの、牛肉のですね、処理をしてくれないかという依頼がありまして、それで今までは1日10頭もしないような処理量だったんですが、ダイエーさんの仕事が1日20頭あると、それまで踏まえて ぜひしてくれっていう依頼がありました。しかも一番忙しいですね、12月の1日からできないかっていう依頼を受けました。ただ私はかねてから社員とみんなと一緒になってですね、ノーと言えないぞと、やればできるんだぞっていうことをいつもいつも言ってた関係上ですね、引くに引かれず、やろうと思ってたんですが、社員のみんなにどうするかという話したら、社員のみんながにたって笑ってですね、社長やるんでしょうと、どうせできますよっていう話でですね、みんなと一緒にそれをスタートさせていただいたと。しかしですね、思った以上にしんどかったです。朝のですね、6時から仕事したもんが夜中の23時まで終わんないんですよ。社員とですね、朝飯一緒に食べて、昼飯食べて、晩飯食べて、夜食食べてっていう連続がですね、6ヶ月ほど続いたんです。私も75、6キロあった体重が57、8キロまでになった。それぐらいすっごいしんどい思いしたことがですね、うちの会社にとってすっごいプラスでした。今でもそこで残ってくれたみんながですね、今のうちの会社の柱になっていただいております。ですから、みんながあの時にですね、やればできるんだと。みんなで力合わせが何でもできるんだっていうことをですね、感じてくれたと思っております。私どもがこの上地区っていう会社の設立の動機を話しさせていただきますと、畜産農家の親父とお袋がいましたと。その畜産農家の親父がですね、いつもいつも前向きに、焼酎ばっかり飲んでですね、3人の子供たちをですね、食卓の前に、並べながら、いつもいつも儲かった話と、将来の夢ばっかり話しする親父がいたんですよ。その親父がいつも私どもには、長男坊には、鹿児島で一番大きな肥育農家になりなさい。次男坊である私には、お前はその兄貴の作った牛をしっかり売るお肉屋さんになれと。で、三男坊には、お前はさらにそれを付加がつけるために、外食産業でお肉をバンバン売るような、付加がつけて売るような、そういう男になれということをいつもいつも言うとったんです。その後私は食肉学校に行かさせていただいて、で、やっぱ親父やら兄貴の作った牛をしっかり売ろうと思ってですね、お肉の業界に入ってきましたと。鹿児島の方である食肉の卸売の会社に勤めたんですが、私はやっぱり農家の息子ですから、いいものはいいように、悪いものは悪いように、品種も、ちゃんと性別も、ちゃんともう本当公正な立場でちゃんと伝えて売ろうと思ってたんですが、やっぱり昔のですね、肉の業界っていうのはちょっと少々不透明な部分がありまして、それをですね、やっぱり社長さんといろいろぶつかる部分がたくさんありました。で、私は、やっぱり私は正直な商売したい。お客さんのために頑張ってちゃんとはっきり言いたいっていう話をしまして、何回かぶつかった後にですね、やっぱりその会社ではちょっと難しいということになりまして、で、23歳で、また共同経営でですね、別の会社を始めることになりました。牛船っていう会社を作ったんですが、牛船をやってみますと、たくさんのまた仕入れをしていただけるバイヤーの方やら、小売店のおじちゃんやら、焼肉屋の大将と出会いがありまして、すっごい素晴らしい人がたくさんいらっしゃいました。それと同時に生産者の方もですね、うちの親父お袋以上にすっごい素晴らしい人がたくさんいらっしゃるんです。だから私はこのままじゃいかんと、まだまだ会社の規模をでかくして、みんなのためにまだまだ貢献しないといけないっていうのをすっごく思うようになりました。それで私は規模拡大を図るようになったんです。そしたら、いつの間にか前の牛船ではなくて、上地区っていう会社をちゃんと作って、自分で自立してやろうという運びになったんです。私どもはまずですね、採用からすごく力を入れております。とにかくうちの会社のことをよくよく知っていただきたいと思っています。ですからすごく時間かけてですね、説明もやりますし、もちろん会社案内の時は絶対私が行きます。行かさせていただいて、生徒一人一人の皆さん方とですね、話をさせていただいております。それとあとは鹿児島に来られた際はですね、ぜひ現場をゆっくり見ていただいてですね、現場の人ともゆっくり話をしていただくっていう機会を作っております。その中で、うちの会社で何がしたいか。俺はこれしたいんだ、牛作りたいんだ、牛肉作りたいんだっていう人をですね、そういう人のみを採用します。ですから専門集団に近づけるためにですね、そういうことをやってるっていうことなんです。はい。それで一応入社していただいた皆さん方をですね、私どもは、新入生で入ったその年はですね、毎月月に1回、懇談会という名目で3時間から4時間かけましてですね、みんなに対して、毎月毎月の目標を立てさせて、それについてどうだったかっていう発表をですね、毎月毎月みんなの前で発表させるんですよ。
で、やはり、その木には約20人から25人ぐらい集まりますんで、その25人の話を聞いた中でですね、その一つ一つの話に対していいことか悪いことかとかですね、みんなで討議させます。討議させた中で私もですね、いろんな意見言ったり、その場を借りてる中ですね、会社の現状であったり、会社のこれからの夢であったり、私の思いであったりをみんなに伝えております。ですから、もう半年過ぎ、10ヶ月過ぎる頃にはですね、うちの会社のことを全社員の中で一番知っているような、そういう会社のですね、社員たちが増えていっております。社員の満足、社員が喜んで働けない以上は会社って絶対ダメだし、お客さんなんかに満足なんかさせることはできないと思ってます。ですから、社員のみんなが一人一人がもう楽しくて楽しくてしょうがないと。やりがいあってしょうがない。月曜日になったら会社に行きたくてしょうがないと。そんな会社作るような、そういう指導をさせていただいております。いろんな会を通しながらですね、社員と触れ合う機会をたくさんたくさん作って、私が教育するんじゃなくて一緒にですね、教育されながら育っていくっていう勉強会をやっております。私どもが25年かけまして、理想の一貫体制の形が出来上がったんです。これはですね、すっごく私が自慢できることとですね、これからの畜産絶対に必要なことなんですよ。おそらく、この一貫の流れがですね、日本国中、今のうちの会社しかないはずです。そういう仕組みが出来上がったと。それとあとは出来上がったばっかりじゃダメですから、ある程度品質を保証しないといけませんので、今全国の中でも、うちがおそらく一社でしょうが、ISO の9001、22000という認証を取って今やっております。高価格っていうことについて説明させていただきますと、高価格っていうのは好きな価格という字を書きます。これに関しましてはですね、よくやっぱ生産者を大事にしながら売り場をしっかり作るというか、いろいろあるんですが、実際いろんなところでお付き合いさせてもらった時にですね、すっごいやっぱ商売がきつくって、今量販店も大変きつい思いをされてますんで難しいんですが、この高価格っていうのは、まず生産者たちが再生産できる、しっかりとした値段で安定して買い続けるっていう値段なんです。それと流通業者の人も、その値段の中で一定の利益を取りながら、お互いにしっかりとした説明をした中で、産地ストーリーも語った中でですね、小売店、それから量販店で使っていただくっていう値段でして、それとあとは消費者の皆さん方も、それを納得した上で買って食べてみて、美味しかったねと。また買うぞという価格をですね、あえて高価格っていう価格、名前をつけてですね、今みんなに広げようとしております。これをですね、鹿児島から全国に広げていこうと思っているところでございます。私はですね、すごく使命感ということでですね、感じるものがありまして、私はこの世に生まれてきたからにはですね、たくさんの人にですね、たくさんの牛肉をですね、美味しい牛肉をですね、みんなたくさん食べていただきたい。そして皆さんがもう笑顔でいっぱいになっていただきたい。そのようなために私は生まれてきたんじゃないかなっていうことを私は錯覚しております。ですがそのためにはですね、私どもの会社がですね、とにかく牛肉、国産牛肉の専門集団として、みんな一人一人がですね、牛を作る人、牛肉を作る人、お肉を販売する人、外食でいらっしゃいませっていう人、店の店舗企画をする人、みんながですね、スペシャリストになっていただきたいと思っています。そのような会社を作りたいと思っています。そして、焼肉で、みんながにこやかに、ほわやかに、みんな楽しい家庭を作っていただくようなですね、そんな会社を作りたいと思っています。